ふわふわってもう入れると思うよ。しっかり2の足意識して、1の足深く入んないようにね、膝を軽く曲げてふわって自分の方に寄せる寄せる寄せるだけで多分ふわってもう入れると思うよ。足で蹴らないんだ。そう、それだけ。1、2、3。はい、お疲れ様でした。そのままでは腿の後ろを上げといて相手を落とすだけだよ。手で左足全体から入って、手で寄せる。手は押さないよ。近づいても手は持ってくるんだよ。自分の後ろに来るようにするんだよ。そう、しっかり回す。最後は手でコントロールするんだよ。はい、手で回すんだよ。手で相手に自分の心臓の音を聞かせるようにするんだよ。グッと持ってきて、こう光、手をこう下げるんじゃないんだよ。持ってくるんだよ、上にずらさないで。そうする、そしたらいい。足を当てない、くるんって振り向くんだよ。で、光先にやればいいじゃん。だからこのつま先をつって回すんだよ。回すの、キュッて入っといて、さらに足を上げるときに近すぎない、近すぎる。そうで引っ張る。そう、それがそれぞれ近すぎるね。 近すぎちゃダメなんだよ。今度膝が曲がってない、しっかり引っ張り出す相手を。そう、最後しっかり投げる。最後まで手でコントロールするんだよ。自分立ってんだよ。背中で乗っかっちゃっていいんだからね。何、止まっちゃう、できてたのに。そう、え、もう一回、手大丈夫？そう、ちゃんと回すんだよ。かかとはぐるっと入ったら、足上げるときにチュッて、膝が伸びないようにね。そう、でちゃんと最後ガバッて入っちゃったら手でコントロールするだけ。いやー、なんで最後もちゃんと投げる。さっきも最後じゃない、違う、最後じゃなかった。ここでね、後ろに一回引いて、そう、そうそうそう。あ、いいよ。一回後ろに引くんだよ。そう、ビョン。そう、相手に膝蹴りかますようなつもりね。じゃじゃ、こう上げないね。スッて引くっつったじゃん。そう、そう、はい、ここで足踏まれないようにね。ジャンピングで、わかる？大丈夫？そう、膝をもっとやって、そう、膝を高く上げるようにするんだよ。ああ、もっといい、勢いよく、ジャンプな、ジャンピングなんだから、ジャンプするんだよ。いや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 、なんで失速しちゃったから。そう、はい、パパもですね、できちゃったし、しっかり切り返す。そうそうそう、最後どうやんだっけ。そう、一回転するんだよ。あ、一回転ね、半回転するんだよ。持ってなきゃ、光はもう少し上を持って回る回る、ちゃんと膝を高く上げて回すんだよ。そう、やら、投げろ、最後
3回釣ったじゃん。だからだからいいんだよ。そしたらこっからゴロンと落とせ釣ったじゃん。あのこれやんなきゃ。あの腰ピニョピニョちゃんとバックステップすんだよ。手持ち方どうすんだっけ。そうそうそう。でそんな肘んとこ持っちゃダメだよ。もっとギリギリんとこ持たなきゃ。そうギュー膝を高く上げて回る。で投げちゃったプーのお返しだって。はい、しっかり持ってギュー。あのお尻クニューンやんなきゃダメだよ。